政府はとかそういうことを気にしてたんですけど、このリサーチを通してやっぱりアメリカに住んでいるので、アメリカがどういう国から食材を輸入しているか、そういうことも念頭に入れて、大体各国のこう基準値、輸出できるできないの基準値を頭に入れておいた方が、いたずらに全面的に日本離れをしてしまうより安全な食材を選びやすいんじゃないかということを、それ一点ちょっと実感しました。もう一つ、魚ですが、先ほどの繰り返しになりますけれども、やっぱりどこで水揚げされた魚か、どこを泳いできた魚か、サーモンだったら南半球か大西洋という表示があるものを買いたいなと思いました。でこの表示なんですけれども、ラベルにその原産地が明確に記してあるっていうのが、大体オーガニックスーパーですとか、あとは、その他健康食品のお店だと、大体ラベルにどこで取れたか、どこで水揚げされたか記載されてますので、今まで以上にそっちのマーケットの方を利用して、ちょっと安全な食生活を心がけたいなと思いました。